こんにちは。キラキラチャンネルへようこそ。今月は私、時政憲孝がご案内します。今月は北の空にある大熊座の北斗七星から北極星を探す方法を紹介します。画面が変わりましたが、これが6月の北の星空になります。頭の上よりも少し下がったところに7つの柄杓の形を描く星が北斗七星です。その北斗七星の柄の部分、水を汲む部分の先の2つの星をずっと内側の方へなぞっていきますと、一つ明るい星が見つかります。この星が北極星です。北極星は子熊座の尻尾の先にある星で二等星です。皆さんもこの北極星、ご自宅であるいは西有馬天文台公園に来て探してみてください。それでは続いて今月の一押し天体です。私がおすすめしたいのは東の空、高いところにあるヘルクレス座の M13 という天体です。ここにはナビタ望遠鏡で見ると宝石を散りばめたようなたくさんの星が見える場所となっています。ではここを拡大してみましょう。どうです、これが M13 です。距離は2万3000光年も離れているところにあります。星の数はざっと10万個もあるというふうに言われています。ここには今から約30年前1974年にアメリカのアレシボ電波天文台から電波でメッセージが送られました。そのメッセージは今この M13 に向かって進んでいます。届くのは今から約2万3000年後ということになります。続きまして天文台の行事をご案内します。天文台インフォメーションのコーナーです。それでは皆さんどうぞ。昼間も楽しい日曜日と祝日限定のお昼イベントについてご紹介します。本年度4月より日曜日と祝日は午前10時から午後4時半までの間、昼間の星と太陽の観察会、施設ガイド、天文工作が楽しめるようになりました。施設ガイドは天文台スタッフが公園内にある面白いところや隠れた見どころをツアー形式で回ります。60センチ望遠鏡、ナユタ望遠鏡をはじめ、人間一計、ニュートンのリンゴの木、太陽望遠鏡、電波望遠鏡など天文台スタッフがアレンジしてご紹介していきます。これまでは自由にご覧いただくだけでしたが、スタッフの個性ある解説でいろいろな新発見に出会えることでしょう。日曜日や祝日にお越しの際はぜひお昼イベントもお楽しみください。観望会は毎晩午後7時半から9時まで行っています。平日は当公園にお泊まりいただいたお客様のみのご案内となっていますが、土曜日と日曜日はご宿泊されなくてもご参加いただけます。土曜日は予約が必要ですので、お電話にてお問い合わせください。夜の観望会で世界最高の迫力ある宇宙をその目で体感してください。